どうもこんにちは、流れ山レディオステーションです。今回の動画はね、流れ山本町をメインにした動画になります。だいたい都心から1時間ぐらいで到着する流れ山本町ですね。ここは流れ山の大鷹の森駅近くにある、駅の北口に直結しているスターツ大鷹の森っていうホールですかね。ホール2階にある、流れ山大鷹の森駅前観光情報センターって今、読み上げましたけど、フルネームで言うとそういう施設ですね。いわゆる流れ山本町やその利根運河の案内、観光のパンフレットとかを無料で配布していて、あとはそのスタッフの方もいてで、ね、こういったなんていうのかな、作られたものとかも、設置してあるんですけども、そのスタッフの人にもね声かけてもらっていろんなことを教えていただきました。このアンドンのこととかね、このアンドン切り絵みたいなんですけど、一枚一枚作ってくれてる方が、流れ山にはいてとかね、あとはこのビリケンとか、初代ビリケンさんがなんとここの流れ山にあるということもね、貴重なことじゃないかなというふうな話もしていただきました。今日のね動画、いつも食べてばっかの動画で垂れ流してるだけなんで、久々に時間ができたんで、本町を歩いて、あとは帰りに温泉でも入っていこうかなと思い、撮影しました。先に、本町の方に行こうとしているんですけども、本町の行き方っていろいろあって、基本的に大鷹の森からは、バスで行った方が全然早いし便利かなっていう感じます。ただ今日に関してはあえて流鉄流れ山線に乗ろうかなと、いわゆる流れ山駅に行こうかなと思ってるんで、その模様を撮影します。はい、じゃあそろそろ移動しようかなと思ったところで、先に言っておきます。このひれが崎って書いてあると思うんですけど、そこの駅に行きます。どういう風に行くかというのは後ほど紹介しますが、流鉄線についての、いろんな案内が、走る電車は毎日変わるよとかね、トレインマーケット開催するよとかっていう案内が、このスターツ、大鷹の森、観光情報センターに、いろいろありました。本当にねスタッフの人が親切に話しかけてくれて、自分なんかね多分周りから見たらフラッとね、流れ着いてきた一人のなんか、男性、多分全然街とか興味なさそうに見える輩に見えたんじゃないかなと思ったんですけど、普通に、優しく話しかけてくれて、本当にね楽しい気分になりました。大鷹の森に住んでる人はこの風景多分わかると思いますけども、外から見たらね、このアンドン、切り絵のアンドンが新選組にもゆかりがある町、本町はというところで、あとでその近藤勇のね、陣があった場所に行ってきますけど、意外と歴史があるという、そういう町ですね。ここがホールですね、スターツ大鷹の森の。なんか映画の撮影にもよく、映画とかドラマの撮影によく使われてるそうです。はい。じゃあ舞台が移して、ここは南流れ山駅です。つくばエクスプレスでまず、南流れ山駅に来ました。はい。で、JR、武蔵野線が入ってるんで、JR の駅でもあるんですけど、ここから歩いて、流鉄線に行こうと思います。ずっと、これが北口の方かな。北口の方に歩いていきます。南流山に来たのは、僕自身初めてかな、多分初めてだと思います。ここからひれが崎という流山線の駅に、歩いていきます。歩いて10分ぐらいでしたかな。はい、北口出て、まっすぐ、北方向にといえばいいんですかね、歩いていくような感じですね。大きな通りがあるんで、ここを北に歩いていくとマクドナルドとか見えてくるんですけど、あと靴流通センターとかね出てきます。はい、この辺りの通りですね。ココスとか au ショップとか、靴流通センターとか、はい、この通り沿いに出てさらに北の方に
向かいます。東西南北でいうと北方向、この動画でいうと左方向ですかね。ここ左曲がってさらにまっすぐずっと行くと、踏切の音とか聞こえてくると思うんでね、分かりやすいと思うんですけど、まさに流鉄線が走ってる音とか聞こえると思います。基本先ほども言ったんですけど、大鷹の森から行く場合はバスが、東武バスだと1時間に2、3本かな、京成バスも1時間に1、2本通ってるんで、絶対バスの方が便利ですね。バスだと実際 10分15分で着くみたいなんで、まあ、今度バス行ってもいいかなと思うんですけど、これが流鉄線ですね。まあえて今日はね、南流山から、この駅にね行くルートで来ましたけども、ヒレヶ崎に。というのもね、多分 TX の定期持ってる人も多いかと思うんで、こういう行き方もいいんじゃないかなと思いますね。バスはバス代がやっぱかかってしまうんで。はい、着きました、ヒレヶ崎駅。はい、個人的にそのこの流鉄流山線乗るの多分初めて、昔もしかしたらあったかもしれないんですけど、家族に連れられて、これはねすごい歴史がある電車みたいで、大正時代、大正3年大正5年って書いてあったかな、から走ってる電車で、ということはこの流山駅は大正からあったっていうことになるんですね。ホームページ僕見てみたんですけど、あ、切符は普通に買って、普通に手渡しスタイルですね。今時ちょっと珍しいですけど、なので IC スイカとか使えないっていうのは、まあ要注意ですね。現金、基本的には切符を買って、入るときはこれ出てくればいい、普通に入ってくればいいんですけど、出るときに人がいるんで、駅員の方に切符を渡すというスタイルになります。はい、で流山駅のね歴史ホームページ僕見たんですけど、全部で6つ駅があって、流山、平野台、ヒレヶ崎、この駅ですね。で小金城市、高山橋、小金城市、高山橋は流山市じゃないんですけど、松戸市で、このまあ電車っていうのはみりん、この流山ってこうみりんが有名、白みりんが有名ってよくまあ言われるみたいんですけど、 JR 常磐線の乗り入れがある馬橋駅、馬橋駅もまあまあ大きい駅だと思うんですけど、まあその東京方面に流山から、商工会中心とした人、商業をやってる人が東京へ白みりんをまあ輸送するために、地元の人が出資して、流鉄線を作ったっていうことです。なんか今実感としてはあまりわからないんですけど、その白みりんっていうのはやっぱり貴重なものだったんじゃないですかね。やっぱりこうそれがあって仕事ができてるわけなんで、それを積極的にどんどん輸送してたっていうことらしいです。それはね、大鷹の森のスターツのホールの役所の人に、スタッフの人に聞きました。はい、着きました、流山駅ですね。まあヒレヶ崎からはほんと5分ぐらいで着きましたけど、実際この6つの駅をね、全部乗っても10分15分ぐらいらしくって、まあ本当に短い5、6キロしかない、多分距離なんだろうな。はい、こんな感じでスタッフの駅員さんに切符を渡して終了です。車両にはいろんなデザインがあるみたいで、他にも桜号とか赤木号とかね、お花の、色をした駅車両があるみたいなんですけど、今回僕が乗ったのは流星号というね、流れる星と書いて流星号というものに乗ったようです。ここが流山駅ですね。はい、ここは本当初めて来たな。でね、今日の一番の目的がここだったのかなと思うんですけど、今前方に見えてる別の動画、 YouTube 動画出してるんですけど、そば小西屋さんに行くのがまあ目的でしたね。めちゃくちゃ安くコスパが良くてね、そばがたくさん食えるという風な話を聞いたんで、ここに行こうと思ってました。まだ開店してないですね。で時間があったんで、この新選組、陣屋跡、近藤勇が最後に死ぬ前に、布陣したところがあるというところだったんで、まあ新選組、まあ日本史で昔習った、ちょっと習ったりとか、流浪に剣心でちょっと知ったりする程度ですけど、
前来てみることにしました。その新選組好きな人、も、観光に来るみたいなことを、役場の人スタッフの人言ってましたけど、ここが、近藤勇ですね、新選組局長の、あのその鳥羽伏見の戦いっていうね、日本史の教科書にも載ってるような大きな戦いで、まあ、負けて、そこからこう敗走を重ねて、東京の足立区綾瀬からその江戸川を渡って流山に来たみたいなんですね。でこの辺にこうあの隊員の人を いっぺんにその宿に泊まるのっていうのはなんか難しかったみたいで、あの少人数に分けて、近藤勇はこの辺にその酒造業をやってる会社の、宿があったみたいなんで、そこに、陣を取って、で浅間神社っていうのがこの近くにあるんですけど、その辺に旗を立てて、戦争する可能性もあったみたいなんですけど、まあ住民からしたらすごい大騒ぎになりそうなところ、この2階建てのねこの辺りに陣を取ったみたいなんですけど、戦争にはならずに被害がならなかったらしいです。それはね、近藤勇がなんかいろんなこの町の人に世話になったから、戦わずにもう覚悟をして出頭しようともう覚悟したみたいで、なので土方歳三からは、戦えっていう風に言われてたみたいなんですけど、まあ諦めたというかもう出頭する覚悟をして、血を流さずに、自分から、覚悟して捕まえられたっていうことみたいですね。それはもうつまり死を意味するっていう、死刑を意味することだと思うんですけどね。まあそこはまあ逸話なんでね、本当かどうかわかんないんですけど、でこれがさっき言ったこの浅間神社っていうところで、この裏に、まあ、ちょうどそのみりんの先、あみりんじゃないや、さっきの2階建ての建物あたりのところになるんですけど、そこに布陣したと。まあ、この浅間神社自体はそのこの裏手に富士塚っていうなんかちょっともっこりしたところがあるみたいなんですけど、そこを登ったら富士山とね同じなんかこう影響を受ける、富士山を登ったと同じぐらいのその影響を受けるみたいなパワースポット的なね、そんな効果があるっていう風に言われてて書いてあるんですけど、ちょっと時間がなかったんで行かなかったです。そろそろね小西屋に行く時間が迫ってきたんで今移動してますけども、あとはこの辺は夜ね、序盤、この動画序盤に見せたあんどんが灯り、切り絵が光るということらしいんですけど、この辺の江戸回廊っていう風な言い方をするみたいなんですけど、夜に来るとね光が綺麗に輝いているのが見ることができるそうなんで、まあ夜にね時間あったら来れるといいんだけど、ただお店はやってないみたいなんで、ただ光ってるだけのね風景を見ることになると思うんですけど、まあ時間があれば行きたいなと思います。でここがなんかテレビにもよく出てくる柳屋っていうね有名なうなぎ屋さんです。ここはいつか行ってみたいなと思いつつね、今はね、スルーして、さっきの小西屋の方に向かう風な道のりですね。ここに市役所があるみたいなんですけど、この柳屋の近くに。ただ大鷹の森に住まれてる人は、最初の方に動画に載せたあのスターツ大鷹の森の隣に役場があって、そこでもねいろんな手続きと取れるんですよ。住民票とかね、マイナンバーとか、だからそこで済ますことがもう大半だと思うんで、はい。で免許センターっていうのはまた別のところにあるから、ここに来る人ってあんまりいないと思うんですよね、大鷹の森に住んでる人は。はい、ということで来ました小西屋。金額が安いんですよここは。でね、あのね3割そばっていうね、もう7割ぐらい小麦粉のそばが食えてっていうか、その安い、もう300円ぐらいで大盛りのそばが食えるみたいな、ね、ものもあるんですけど、普通に自分は7割そばと、あとカレー丼、これがなんか有名みたいなんで、人づてに聞いた話ですけど、このカレー丼をね楽しみになりました。カレー丼とたぬきそばを頼んだんですけど、結論このカレー丼の方が美味しかったですね。なんかこの玉ねぎがドロッと入ってて、あとね味がちょっとめんつゆっぽい、だしっぽいのかな、そば屋のカレーっていう感じです。見てこの大きさね、隣に男性2人組の人が食べてたんですけど、僕の方見て、あいつ2つも食べんのかよみたいな多分顔されたな、ちょっと恥ずかしかったんですけど、まあでも普通に食べましたね。
これで合計で1100円ですね。カレー丼が600円でたぬきそばが500円、めっちゃお腹いっぱいです。正直ね、カレー丼だけでよかったと思ってるんですけど、まあでもね、お腹空いてたんで割と普通に食えました。自分はただあまり自信がない人は普通に1杯分だけ頼めばもうそれで十分だと思います。このお店は500円とか600円でもう十分楽しめると思うんで、はい。で、ちょっとね、昼過ぎに散歩して、もう流山じゃないんですけど野田市の方に来てみました。というのも、まあキッコーマンとかね、白みりんが有名っていう話はさっきもしたんですけど、その本社工場、まあ東京本社は板橋にあるみたいなんですけど、工場、これ見学できる工場、今はできない、コロナでできないみたいなんですけど、無料見学ができる、基本的にはできるみたいで、工場があるこの野田市にやってきました。で、野田市といえばね、個人的に行きたかったんですが、この野田温泉ほのかというところがあって、もうすぐその大鷹の森は龍泉寺ができるんでね、基本的には龍泉寺に行く人が多いんじゃないかなと思うんですけど、この野田温泉もね、なかなかの泉質だと、濃い泉質が期待できるというのをね、人づけにこれも聞きまして、口コミですけど、来てしまいました。野田温泉、野田市から歩いて15分ぐらいかな、道のりの動画はまた別で撮りますけど、来ちゃいました温泉。なのでまあ小西屋でね、たくさん食って、たらふく食って、もう午後はだいたいこれ昼の3時ぐらいだと思うんですけど、もうこっからね、爆睡、風呂入って爆睡でしたね。まあちょっとちょっとだけ動画撮りましたけど、まあ、この後はもう本当に、岩盤浴を楽しみ、温泉を楽しみ、岩盤浴と温泉で土日だと1350円かな、それぐらいで、平日だと1100円ぐらいだったと思うんですけど、詳しくホームページ見てほしいんですけど、それぐらいでセットで楽しめます。片方だけ楽しむっていう、そういう買い方じゃなくて、もうセットでそういう金額になってんじゃなかったかな。1350円が平日か。で、土日が1550円ですね。ただまあ、タオルとか全部込みです。バスタオルもフェイスタオルも入ってます。で、2階にはこういう漫画のね、コーナーがあって、自分はね、風呂入って、1回風呂入るんですよ、自分は。風呂入って、で、岩盤浴行く前にこの漫画コーナー行って、漫画読みつつ爆睡してしまいましたね。で、まあ動画はもう終わりますけど、この後岩盤浴も行き、また温泉に浸かりっていうね、その繰り返しが面白いですよね。自分はあんまりサウナで整うみたいなことはしないんですけど、温泉入って岩盤浴行って温泉入っての繰り返しをして、夜6時ぐらい、6時半ぐらいまでいたかな。ここはね、まあ、この施設の中自体も綺麗で、すごい過ごしやすいんですけど、食堂もすごい綺麗で、温泉自体は温泉自体はもう本当に古くからあるみたいなんですけど、すごいね、深い海底からね、汲み取ってる温泉みたいで、少し塩っぽい、塩の湯というふうに言われてるみたいなんですけど、なかなか濃くて、湯の花とかもたまに立ち上がるぐらいの、濃い泉質みたいです。なんで温泉好きな人、まあかけ流しなんで源泉なんで、この辺の地域だと一番濃い温泉が味わえるんじゃないかなというふうに思います。最後にこのフルーツ牛乳を飲んで動画終了です。ありがとうございました。